ねえご隠居、もう腹がペコペコに動けませんよ。何を言うんですか、はじめ。そんなことでは長い道中、終わりまでたどり着けませんぞ。なあ、はじめ、ご隠居もそう言っておられることだ。少しは我慢できんのか。そんなことになって腹ペコなんですよ。ああ、ちょっとあそこんちゃい上がります。ご隠居、寄っていきましょうよ。しょうがないやつだな。ご隠居、どうします。仕方ありませんな。ご隠居、あれ一体何なんですかい。連れしろ。はい。ここはオイラに任せて早くお逃げください。ヤシ、お前一人を置いて逃げるわけにはいかない。そうだと。おし、はじめ、ご隠居を頼んだぞ。やってんだい。スケさん、カクさん、ヤシ、くれぐれも無理をしてはいけませんぞ。へっ、はっ、はっ。しばらく様子を見てみましょう。ご隠居はいつもそう言って事態を悪化させてるじゃないですか。私たちの仲間であの怪物と対等に戦えるのはお、あの方しかいませんな。そいつは一体誰なんですか。早くその人に頼んであいつをやっつけてもらいましょうよ。はじめ、おしん、早速参りましょう。町を救ってくださるのは魔人様。ご隠居、ただの石でできた像じゃないですか。八兵衛、めったなことを言うもんじゃありません。罰が当たりますぞ。でもどうやって動かすんですか。動かすのではなく動いていただくのです。これを使ってやってみましょう。スケさん、カクさんのようにやってごらんなさい。お
イラがやるんですかい？控え控え控えおろう。この門どころが目に入らぬか。ここにおわす方をどなたと心得る。恐れ多くも先の副将軍水戸光圀公にあらせられるぞ。五郎公の御前であるぞ。恥が高い。控え控えおろう。院長、動いてくれませんよ。権力の力ではダメみたいですな。おしん、お前が最後の頼みの綱ですぞ。はい、魔人様、どうかあの怪物を退治してください。お願いいたします。ご院長、全然願いを聞いてくれないじゃないですか。魔人様、私の命を差し上げます。私の命と引き換えに、どうかあの怪物を。キリン、うん、おしん、早まってはなりません。待っております。ああ、鉄塔が雨のように曲がって溶けていきます。すごい高熱です。おお、あれは大魔人です。大魔人がやってきました。お隠居、どっちが勝つんでしょうね。神様じゃ決まってますよ。大魔人、ゴジラの放射能火炎を跳ね返しました。おっと、キングギドラです。キングギドラがやってきました。季節柄、自らの存在をアピールしたかったのでしょうか。キングギドラ、何もしないで飛び去っていきました。さあ、それではゴジラと大魔人の戦いに目を移してみましょう。大魔人がウルトラマンに変身しました。この状況は襟巻きを取られたジラースとウルトラマンの戦いそのものです。
これでよい、これでよい。それではおしん、八兵衛参りましょうかな。はっ。